カーショー軍はアメリカ合衆国サウスカロライナ州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6万1697人であり、2000年の5万2647人から17.2%増加した。軍庁所在地はカムデン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。カーショー軍はコロンビア大都市圏に属している。 カーショー軍は初期開拓者のジョセフ・カーショーにちなんで名付けられた。もともとカムデン地区の一部であり、1791年にクレアモント軍、ランカスター軍、フェアフィールド軍、リッチランド軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍庁所在地はカムデン市であり、サウスカロライナ州の内陸にある都市として最古である。この地域には1732年頃に、 チャールストン市から内陸に移動してきたイギリス人公益業者と農夫が入植した。アメリカ独立戦争の時、イギリス軍が1780年6月から1781年5月までカムデンを占領した。この地域では1780年4月16日のカムデンの戦いや1781年4月25日のホブカークスヒルの戦いなど14の戦闘が起きた。 カーショ軍には豊富な、南北戦争の時は、南軍の将軍として、ジョセフ・ブレバード・カーショージェームズ・チェスナット、ジェームズ・キャンティ、ザック・キャンティ・ディース、ジョン・ボード・ネーブ・ビル・ピグ、ジョンド・ドビー・ケネディと6人の将軍を輩出した。南軍兵でフレデリックスバーグの戦いの英雄、リチャード・ローランド・カークランドもカーショ軍出身であり、カーショー将軍の下に仕えた。 北軍ウィリアム・シャーマン将軍の軍隊が1865年2月にカム電子の一部を焼いた。第一次世界大戦の時、1918年10月のフランスでの戦闘でカー将軍出身の2名が別々の行動で名誉勲章を授与された。リッチモンド・ホブソン・ヒルトンは1919 19年10月11日に起きた戦闘での働きで受賞したが、ヒルトンは この戦闘で片腕を失った。ジョン・キャンティ・ビルピグは1918年10月15日の戦闘での働きで受賞したが、ビルピグはこの時の傷がもとで数ヶ月後に死亡した。ビルピグは南北戦争のビルピグ将軍の子孫だった。政治家かつ金融家のバーナード・ m バルークと労働運動指導者レイン・カークランドがカー将軍出身であり、またメジャーリーグベースボールで、 最初のアフリカ系アメリカ人選手となったラリードビーも同様だった。元サウスカロライナ州知事ジョン・シー・ウェストがカー将軍の出身である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は740平方マイルであり、このうち陸地726平方マイル、水域は14平方マイルで、水域率は1.89%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。